生は人工知能時代の人間の能力の生かし方、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。ここのすごく近くのホテルに行って準備してたら、あの池の坊美香さん、あの池の坊家の次女の方から着信があって、何だろうと思ったら、早く来てくださいって言ってすみません、あの感覚がちょっとおかしいんでしょうね。あの僕世間から普通はね、30分ぐらい前に来て、あの小石光先生って、そうですよねとか、あのお茶とか飲んでるんでしょうけど、僕ちょっとさっきあのそのホテルから東山清水山で旅ランっていうか、あのランニングして帰ってきて、しゃべらなくちゃと思ってるのに、その池の坊さんから電話かかってきて、すいません、あのちゃんと時間にはつくんですけど、はらはらすいませんでした。ただいまご紹介いただきましたように、あの僕はもともと物理学、あ、ご紹介されたいか、物理学の大学院で学位を取りまして、それから理化学研究所ってところに行ったんですけど、あのそれから、まあ、あのケンブリッジ大学ってところに行ってポストドクしてて、でソニーコンピューターサイエンス研究所っていうのはですね、ソニーが作った基礎研究の研究所で、例えばそうですね、皆さんご存知の方だと落合陽一さん、今の筑波大の准教授されてる、あそこの師匠の歴元純一さんっていう方、今東大の教授もされてますけど、ずっとソニーコンピューターサイエンス研究所にいらっしゃいますし、あとシステム生物学っていう分野を切り開いた、あるいは AI の世界的大会で今あのソニーの本体の CTO 最高技術責任者である北野博明さん、北野博明さんなんかもソニーのそのコンピューターサイエンス研究所の所長を今されますが、ずっと仲間で、まあだからちょっとまあ、あとそうですね、義足の研究で有名な遠藤健っていうのがいるんですけど、あの奥武さん、広忠さんの義足作ったりした、もともと MIT のメディアラボにいた人なんですけど、まあ、そういうちょっと何て言うかな、一癖も二癖もある人が集まっているのがソニーコンピューターサイエンス研究所です。で、あの大学だとですね、皆さん多くの方大学関係の方とかだと思うんですけど、あの東工大の大学院の、大学院生の指導をずいぶん10年ぐらいやってたかな、博士号を10年ぐらい取らせましたですね。あと、まあ、本当に4大学で教えてるんですけど、4月からは東大の客員をさせていただいてて、あのそっちでも大学院生の指導をしているところなんですが、東大の駒場キャンパスの方ではあの集団的知能、コレクティブインテリジェンスという注目される概念がありまして、そちらの研究を立ち上げてると思います。あの僕はもともとライフワークは脳から意識がどう生まれるか、特にクオリアっていう質感ですね、これがどう生まれるかってことを研究するのがライフワークで、僕がもともと世に出るって変ですけど、あの世間で知られるようになったのはもちろんプロフェッショナル仕事領域もあるんですけど、脳とクオリアっていう本を、1997年に書いたんですけど、その書評を養老孟司先生からの読売新聞でしてくださったのが、あのおそらく日本のそういうなんていうか文化人枠に入れてもらうきっかけになったのかなと思うんで、養老孟司先生にはちょっと足を向けて狙えないっていうね、まあ、最近あの2年ぐらい前に心臓をちょっとあれで、あの、ね、東大の医学部の教授だったんですけど、なんか何十年ぶりに病院行ったとか言ってるんですけど、心臓やったんですけど相変わらずタバコ吸ってるんですよね、何なんですかね、あれね、ちょっと、もうちょっと行ってくるよって、冷えると、なんかタコの匂いがして帰ってくるっていうですね、まあ、そういう素敵な養老先生がいらっしゃるんですが、それはさておき、あの今日人工知能時代の人間能力の生かし方ってことなんですけど、もちろん当然、今日はですね、あの、生徒指導学会の先生方なんで、あの、生徒の指導ということと絡めてってことだと思うんですけど、あの、よくですね、あの、人工知能が発達すると、仕事がなくなるとか、の求められている能力が変わってくるようなことが言われてるんですけど、僕はね、例えば将棋はもう完全に今の、ディープマインドっていうですね、Google の子会社、これあのロンドンのキングスクロスっていうところの駅の近くにあるんですけど、ハサビスっていう、もともと神経学をやってる人が、率いてまして、でこのディープマインド社のやってるアルファゼロというのは、もうあっという間に将棋とか囲碁とかチェス、アルファゼロのゼロっていうのは知識ゼロから始めて、それこそ何百万対局をもして、あっという間に人間を超える人工知能ができちゃう時代なんですよね。じゃあそういう人工知能ができたら
将棋の棋士という仕事がなくなったのかっていうと、なくなってないですよね。むしろ藤井聡太さんのような方が現れて大変注目されていると。あとよく聞く議論として、なんだ、英語はもう今人工知能で翻訳ができるから、いらないんじゃないかという議論もよく聞きますよね。私もあのよく学生と話しているとですね、英語があんまり得意じゃない人が最新の論文とか読んでるんですよ。どういうことって聞くと、ディープウェルっていう、まあ、人工知能がありまして、これがですね、長年 Google トランスレートっていう翻訳エンジンが最高の性能だと言われたんですが、ディープウェルの方が今はるかにそれを凌駕する能力を持っていまして、例えば僕はその先ほど申し上げたその養老孟先生に書評していただいたノートクオリアっていうのを今英語にするプロジェクトを自分でやってるんですけど、それも下訳は DeepL にやってもらってるんですよね。ファイルをノートクオリアの、まあ、かなり何枚なんだろうな、言語用紙かなりあるんですけど、 DeepL のとこにパッと入れるとパーってやって、なんか英語出てきた。もちろんそれをリタッチして、僕は最初にその英語を直したり遂行したりしなくちゃいけないんですけど、そういう使い方もできちゃって、でだから学生はもう DeepL で英語の論文日本語に翻訳して読むし、そういう時代だから、確かにそういう便利な道具ではあるんですけど、でもね、皆さん自動車が速く走れるからって我々、まあ、今日僕ちょうどランニングしてきたと思うんですけど、走るのをやめるわけではないですよね。オリンピックでやっぱりウサイン・ボルト選手のような100メートルを速く走れる人なんかは高く評価されるし、そこにトレーニングしていくってことはすごく関係がないことだから、だから例えば英語を自分の脳が話せるということの価値というのはこれからも消えないだろうと。例えば英語を話すことで英語圏の発想が身につくとか、あとやっぱり、これも脳科学のエビデンスであるんですが、バイリンガルの方はですね、通常の方より認知症の発症の確率が下がると。つまり日本語に加えて例えば英語で話せるような脳の神経回路を鍛えている方は、その分なんかいわゆる我々ロバストっていうんですけど、その神経回路が頑強になるんですよね。で、そういう加齢に伴う神経かつ、まあ、回路の、破壊というか衰えに対して耐えることができるということがあるので、ですのでね、決して巷に言われているように人工知能ができることはもう人間がやらなくてもいいんだっていうことにはならないと私は思うんですね。で実は先ほど申し上げたその東大で今やろうとしているその集団的知能っていうのはですね、大変興味深い概念で、というのはですね、もともと C ファクターっていうのが、ごめんなさい、 G ファクターっていうのがあるんですね、知能のやつで、これどういうことかっていうと、なんか自悪の良さみたいなのがあると、Z 脳のですね、ここら辺の活動とどうも相関があるということが分かっていて、要するにどれぐらいなんか今課題にやってる課題に集中できるかという、この G ファクターってことを研究したのがそのチャールズ・スペアマンって人なんですけど、これがいわゆる頭の良さってことに、個人のですね、頭の良さってことにつながるというふうに、言われています。なので例えば IQ 知能指数っていう概念はこれと関係してるんですね。そのどれぐらい、なんていうかな、あるものに集中して考えることができるかという能力を表しているのがこの G ファクターということなんですけど、でそれがこの前頭葉のいろんなことに集中することを司る回路と関係している。だからいわゆる地頭のいいことというのは何かに集中できることだと。ですのでね、私はまあゲームでもいいと思ってるんですよ、極端なこと言うと。もちろんいろんな学校に僕行って小学生中学生と話していると、ゲームにちょっと熱中しちゃって勉強おろそかになってるケースってあるんですけど、ただそれは僕言ってあげるんですよ、そういう子には。君ね、じゃあ中学生だったら高校入試でゲームっていう科目あるのっていいよねって。だったら君今行きたい高校あるんだったら、勉強したら、せっかくその集中する力があるんだから、つまりゲームに集中するってことでこの集中する回路が鍛えられるわけ。何かに集中できるってことはそれはたっといいことなんですけど、ただそこでやっぱり一つヒントを出してあげて、いや君ゲームに集中できるんだから勉強にも集中したら
よくあるあのほら、ただ部活を途中までやってて、で受験のちょっと前になってガーッと集中したら伸びる子がいるっていうような話聞くじゃないですか。あれも同じことですね。何かに集中する力があると、それをその子はやっぱりそれは勉強にも当てはめることができるはずだということなんで、僕はいつもそういう小中学生と話すとき、特に中学生とかね、話すときはそういうふうにすると、なんか彼らがなんかちょっとねヒントを得たような顔になりますね。あ、そうかっていうのは、そのなんでそうなってるかというと、やっぱり世間でゲームばっかりやってる子は悪い子みたいなね、そういうちょっと風評があるわけですよね。で、ゲームでやってる子は勉強ができない子だっていうふうに思っちゃってるところがある。だけど、そうじゃなくて、ゲームでも勉強でも集中するってことは変わんないんだよと。例えばだから、囲碁とか将棋も子供的にやるのはいいのはですね、何かに集中するってことがやっぱり他のことにもつながっていく。もちろんここはあの池の方ですから、いけばなに集中するってことも、他のことに推奨していく。何かに集中するってことが、この頭の良さ、この G ファクターってなんですね。どういう概念かというと、いろんな能力が人間の中にあるんだけど、それに共通した統計的な因子ってことですね。これが G っていうことです。ですから、いわゆるだから、なんていうんですかね、計算をするとか、文章を読み解くとか、まあ、何でもいいんですけども、いろんなことに集中する力が共通の統計的因子で表せるということを発見したのが、このスペアマンという方なんですね。で、今注目されているそのコレクティブインテリジェンスでは、みんなで力を合わせて何かをやるっていう力だと思っていただきたいんですけど、これを C ファクターと名付けているわけなんですね。これあの MIT のマローンっていう人が、まあ最近あのワークをしてる仕事をしてるんですけど、この C ファクターの方はですね、これまた面白くて、あの G ファクターは一人一人の脳の力なんですけど、 C ファクターは今度はチームで何かやるときにどれぐらいみんなで力を合わせてパフォーマンスを上げられるかという概念 で、これがなぜ今注目されているのかというと、あの私ですね、やっぱりあの日本の課題を見たときに、あの実はあの私先ほどご紹介いただいたことに加えて、あの、通信制の高校の校長も昨年の4月からさせていただいています。あの屋久島大空高校といってですね、これちょっと成り立ちをご説明しますと、鹿児島県屋久島に、本校があるんですね。で、そこはそれは鹿児島県に認可をされた、いわゆる学校教育法の一条校という正式な学校で、でその、屋久島大空高校に在籍している生徒方はそこを卒業するということになるんですけども、普段はこの京都にもあると思うんですけども、そのサポート校といって、なんですかそこに行っていろいろスクーリング受けたり指導を受けたり、コーチにいろいろ指導されたりという、まあ、そういう高校の校長をさせていただいて、ただ僕の校長といっても僕は決裁をしないんですよ。多分いろんな学校に行くと、まあ、皆さんの中にも校長先生とか校長先生の経験ある方、あるいは近くに校長先生いらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、校長室行くと必ず決裁箱ありますよね。未決、帰結っていうのがあって、で未決に入ってる距離をこうやって見て、こうやってパン、反抗してるっていう、あれは僕ないんですよ。だからその決裁をしない校長と思ってたら言うと、いろいろ卒業式とかで話したりとか、その屋久島のスクーリング行ったりとか、あとまあオンラインも含めていろいろ授業をしたりするっていう感じでやってるんですけど、でその屋久島大空高校のですね、生徒さんなんかと話してても、やっぱり今時代は G ファクターから C ファクターの時代の方に移ってきてるのかなって感じがするんですよね。でというのはですね、例えば皆さん今子供たちの中で流行っているスプラトゥーンというゲームがあるのをご存知でしょうか。残念ながら僕は極めてなんかなんていうんですか、時間に追われる生活になっちゃってるんで、ゲームってやりたいっていうか1秒もやる暇なくて、ただ噂は聞くわけですよ。なんかなんていうの、ばあちゃんが空間でなんか色塗り合戦をするみたいなね。で、あの時に2対2とかでやるのかな、なんかその一緒にやる人ってオンラインで世界中、本当インターネットなんで世界中の人がチームを組む対象になって、でその
なんか僕はよくわからないですけど、そのスプラトゥーンの、なんていうか、ゲームのスキルが高いか低いかによって、なんか、作戦が違うらしいんで、ね、僕よくわかってないんだけど、そのチーム組んでやるときに、あ、こいつはこういう技術がこうだから、私はこういうカバーをしてっていうことをなんかやってるらしいのよ。よくわかんないんだけど。で、これってまさに、これからの我々の時代の働き方、力を合わせて弱いところを補って、一緒にやっていくという。例えばですね、私はホリエモンっていう人がいてですね、私の友人で、ユタボンっていう、まあ、ちょっと皆さんにとっては困った人だと思ってると思うんですけど、中学生相当なんですけど、学校に行ってない中学生がいるわけですね、ユタボンっていう。で、ホリエモンっていうのは、先日僕、雑談っていうアプリで、ユタボンのことを話してたらですね、あんなの興味ないですよ、若いから注目されてるだけでしょとか、切り捨てたっていうのが、なんかネットニュースに5とか10とか出てたんですよ。で、その雑談というアプリは、運営会社の人に聞いたら、なんかベトナムで開発してるって言ってましたね。だから、なんかね、本田健介さんがやってるナオボイスっていう音声アプリも、まあ、僕ちょっと関わってるんですけど、配信側として、それ、この前、運営会社に聞いたら、基本日本でやってるんだけど、一部はそのやっぱりベトナムとか外国の方にやっていただいてますとか。で、そうなってくると皆さんね、仕事をするって言ってももうオンラインなんで、それこそ皆さんスラックっていう、なんていうんですかね、情報共有のアプリってお使いになったことありますかね。会社なんかでは皆さんスラックでいろんなメールのやり取りとか情報のファイルのやり取りされたりしてるみたいなんですが、このスラックっていうのはそのセールスフォースというアメリカ発の、まあ、なんて言うんでしょうか、顧客情報マネジメントの、プラットフォームを作ってる会社にすごいお金で買収されたんですよ。5000億円とか何兆円とか、そのだからそのみんながオンライン上で情報の共有をするみたいな、プラットフォームが何千億円か何兆円かの価値があると見直されたってことですよね。それだけ需要がある。まあ、我々リモートになってその Zoom だとか Teams だとか Google Meet で会議をするなんてのも日常の光景になりましたけども、でそうなりますと今でさえそうなんですから、ましてやデジタルネイティブと言われる子どもたちは普段からオンラインでおそらくスプラトゥーンだけじゃなくてその、いろんな人たちが力を合わせて敵を倒すとかね、目的を達成するみたいなゲームをやってることに慣れてると思うんですけど、我々の未来はますますそうなっていくと思われます。でそうなると一人一人の頭の良さももちろん大事なんですけど、この C ファクターのですね、この C ファクターっていうのはこっちの G はジェネラルの G なんですね。 ジェネラルインテリジェンスの G なんですけど、C ファクターの C はコレクティブインテリジェンスの C なんですけど、この C ファクターというのがますますこれから重要になってくるだろうと。で、このマローンさんの研究が大変面白いのはですね、いろんなことを調べた結果何が分かったかというと、この C ファクターを決める決定的な要因は社会的な感受性、ソーシャルセンシティビティだということを見つけたと。これはですね、マロンさん自身は心理学者なんですけど、脳科学やってる立場からすると大変興味深く、ちなみによく聞かれるんですけど、脳科学と心理学の違いは何ですかっていうと、脳科学は最終的に脳という物、物、脳の中にその1000億の神経細胞があって、神経伝達物質と言われているものでも100種類ぐらいあるんですよね。まあ、皆さんご存知のものだと、グルタミン酸とか、GABA とか、ドーパミンとか、セロトニンとか、エンドルフィンとか、いろいろお聞きになったことあると思うんですが、そういうものの性質として最終的には人間の知性とか、心理を理解しましょうというのが脳科学の立場なんで、心理学の手法も我々もちろん使います。だけどそこ脳は脳科学はあくまでも最後物に持っていくっていうところが、我々脳科学やってる人間のもともと立場だし、もともと僕は物理学やってた人間なんで、そういう感覚なんですけど、でもそういう感覚からしても、いや集団で力を合わせるときにお互いの気持ちが分かるということが鍵だというのは、これは本当に面白いですね。で、ちょっとこれ具体的に思い浮かべていただくと、例えば皆さんも
研究所あるいは教育所さまざまなそのプロジェクトを会議とかをしながらみんなでやっていることがあると思うんですが、その時にですね、じゃあなんか改革をしようとしている時にそのことについていろんな気持ちを持っている人いますよね。ちょっとこの改革方向が間違ってるんじゃないかと思っている人もいるかもしれないし、ちょっとついていけないなと思っている人もいるかもしれないし、ちょっと押し付けだなって感じている人もいるかもしれないし、そういう気持ちがお互いに分かった上で仕事を進めていくのと、そういう気持ちを分からないままに仕事を進めていくのでは全くやっぱりプロジェクトの進み方が違ってしまって、ひょっとしたら心の掛け違いを放置したままプロジェクトを進めていくとどっかで破綻することもあるわけですよね。だから必ずしもね、その異論がある、違和感があるということがあるからといってそのプロジェクトをやめるということにはつながらないと思うんですよ。そうではなくてプロジェクトを進めていくにあたってもこの人たちは実は違和感とかちょっとついていけないと感じているという人がいるということを認識しておくことがとってもとても僕は大事だと思うんですね。でそういう意味でなんかなんていうんですかね、そのソーシャルセンシティビティがですね、ちょっと私今ここに時計がないってことに気づいて今ここ手元で見るしかないってことが分かったんです。大丈夫です、今21分ですね。もう臨機応変ですから、この空間の時計がないのちょっと気にしないでください。そのソーシャルセンシティビティが一番大事だということを見つけたのがその MIT のあ、私は今日実はダブルヘッダーでまたまたの二川安城というか講演会があったんですよ。でそれを池坊と美香さんというねプリンセスが、もしこの日公演やってもらいますからって言って、ちょっと三河さんもね、その日、三河安城っていうところで、公演会ですけどって言ったら、早いっすよ、プリンセス。3分ぐらいで調べて、間に合います。そうなんですか。それもあって、今日時間厳守でその終わった後すぐにちょっと、三河安城の方に行かなきゃいけないんですけど、プリンスね、池坊のプリンセスが間に合いますって言ったのを知ってるのが、間に合うんですよ。池坊が間に合うって言ったら、何でも間に合うんですよ。ソーシャルセンシティビティが大事だというのはですね、もともと皆さんの脳の成り立ちとして、その扁桃体というのがここにあるわけなんですね。これは脳の感情の中枢なんですけど、アーモンドの形をしている扁桃体、アミグダラというんですけど、このですね、感情の果たしている役割って極めて大きくて、例えばそうですね、子供たちのやる気っていうのはまさにそうですね。僕よくうちの子勉強しないんですとか、どうしても学習するの気力がないんですっていう時に、僕ね、お父さんお母さんでもそれから先生方でも、まあ先生方は皆さんのようなプロはないと思いますが、特にご家庭の方なんかは枝はやっぱり見てるっていうね、この子は勉強しないとかやる気がないとか、でも大事なのは根っこの方で根本的ななんか感動というか、学ぶ衝動というか、好奇心がしっかりしてなかったら、やっぱり学ぼうと思わないわけなんですよね。で、その根っこに当たるのが、この扁桃体などが使われている感情なんですけど、私の場合は、子供の時は、蝶々、バタフライの研究をしていました。日本臨死学会っていう、蝶とか蛾を研究する学会に小学校1年から入って、霊界とか行ってたんでしたんですね。あと小学校5年生の時にアルベルト・アインシュタインっていうのは物理学者の勉強を読んで相対性理論とかについてちょっとかじって、これはいいな、すごいなと思って、もうなんか物理学の当時はですね、物理学を志したわけなんですけど、やっぱりそういう感動とか学ぶ根本的な動機づけっていうのはまさに感情の部分なんですね。でそれがなかったらやっぱり目の前の教科書とか参考書とか見る気にならない。やっぱり子供たちに一番必要なのは本物の体験というか感動だと思うんですよ。月の石も見に行きましたね。ちょうど僕が小学校2年ぐらいの時かな、アポロ11号が月に着陸して、で今だと月の石なんて誰も見向きもしないかもしれませんが、当時ですね、上野の国立博物館に
あの科学博物館で月の石が来て、まあ見に行きましたね。ああいう感動がやっぱり大事だと思うんですよね。今の時代だったら何になるんですかね。今の時代でも例えばはやぶさのサンプルリターンとか、いろいろ今の時代の感動の種があると思うんですけど、やっぱりその感情がしっかりしてないと、この大脳神経質はですね、あのちゃんと与えてくれないという事実だったんですね。だから大脳神経質がどっちかというと、あの植物でいうと枝葉に当たる部分で、で根っこの感情のところがしっかりしてないと勉強する意欲って湧いてこないんですけど、まさにそれが集団であかんってことですよね。つまりなんかある集団が共通のビジョンっていうか感情を共有してないとなかなか仕事はうまくいかないよと。これ皆さんもあのちょっと自分の気持ちに照らし合わせて、経験に照らし合わせてみると納得がいくことだと思うんですよね。なのでそのマロンさんは、あのマロンさんはですね、とてもとてもあの冷静な人なので、別にみんなで力を合わせてやることが大事だとかそういう前提であの研究を始めたわけじゃなくて、純粋にあのこの G ファクターも C ファクターも共通しているのは統計的な分析をしているってことなんです。あくまでいろんな可能性があるんだけど、統計的に分析をしてみると、なんとグループチームで仕事をするときにはこの C ファクターを決定づけるのは社会的な感受性であると。いやこれがね、意外と難しいんです。例えばあのじゃあ具体的にどうやって社会的な感受性って計測するのかというとですね、Reading the mind in the eyes RME タスクってのがあるんですけど、目の表情から今、まあ、我々マスクしてることも多いんで、目の表情からね相手の気持ちを読み取るっていうことを、まあ、普段もしてるかもしれませんが、実はこれ得意な人と苦手な人がいます。僕はどっちかっていうと苦手な方で、おそらく僕は今の診断基準でいうと自閉症スペクトラムのどこかに入ってると思うんですね。あの子供の頃から目を合わせるのが苦手で、僕はもうそれこそ先ほどご紹介いただいたプロフェッショナル住みとあ仕事の流儀の中で住吉美希ってあの女子アナとスタジオで収録している時にですね、プロデューサーでいつも、おじさん話し終わった後住吉さんの目からすぐに目をそらすのをやめてください、視聴者そういうのすごく気になるんですが、話し終わった後、何を話しててもいいんです、そんなことはどうでもいいんで、話し終わった後住吉さんの目を3秒ぐらい見つめていてくださいと言われて、めっちゃ恥ずかしくて、住吉美希の、あ、わかります、住吉美希ってあのあいつの目をそういうことができない、できにくい人間なんですけど、あのその相手の顔の表情から気持ちを読み取るみたいなタスクが比較的その社会的感受性を読み取るタスクとしては確立されてましたね。 Reading the mind in the eyes っていう、これ先生方もちょっとしたら論文を参照されることじゃなくて Reading the mind in the eyes っていう、でこれ得意な人と不得意な人いるんですよ。それだけじゃなくて声の調子だとか、あの話していることから気持ちを読み取るとか、あとですね、実はこのソーシャルセンシティビティで重要だと言われているのが、タームテイキングって言ってですね、すみません、今日は私があの一方的にお話しさせていただく、あ、最後の10分間、ぜひご質問をお受けしますので、ご質問していただきたいと思うんですけども、あの話者交代っていうふうに我々言うことがあるんですけど、あの、会議とかをやっているときにですね、なるべく話す人が変わる方がいいよってこともマロンさん見つけてるんですね。ですから一方的に誰かが喋ってるというより、多分10人の方が会議で出てらしたら、10人の方がそれぞれ自分の意見を言い合えるような雰囲気っていうか、チームというのが実はあのパフォーマンスが高いチームだということが分かっているんです。 ですからこういう形でその、我々人類はですね、これからの時代にやっぱ人工知能時代にですね、一人一人の人間の能力で競い合うのはちょっとなかなか難しい状況も出てくると。だから例えば計算能力についても人工知能と割合ね対抗しても仕方がないですよね。あとあの記憶力で人工知能と対抗しても仕方がないですよね。あと皆さんご案内の通りっていうか、さっきダリっていうですね、サルバドール・ダリの
から取った、なんていうか人工知能がお絵描きソフトがあってですね、文字を入れるとそれに合った絵を描いてくれるんですけど、ダリとかミッドジャーニーとかですね、ステーブルディフュージョンとかですね、すごいです。文字情報を入れると絵を描いてくれる人工知能が出てきちゃってて、この前僕は新海誠監督の、最新作のすずめの戸締まりというやつの完成披露試写会にちょっとお邪魔してみてて、まあそれは本当に素晴らしいんですけど、今のところ新海誠監督が君の名はとかすずめの戸締まりなんかを作ったり、あるいは今度宮崎駿監督が新作の完成が間近いと報道されてますけども、そういうレベルのものをですね、人工知能が作ることはなかなかまだ難しいんですけど、最近もグーグルが発表しましたけど、例えば街を猫がスケートしてるみたいな動画だったら作れちゃう時代になってきてるんですよね。でそうなってくると、今までの学校教育がともするとその個人競技を重視してきたところが日本の場合は特にあると思うんですね。入試なんかはペーパーテストで入学者を選抜するってのはまさに個人競技で子どもたちの能力を見るっていうところがあったと思うんですけど、実はこれからの時代に一番必要なのはこの集団競技というか、いかに個性を響き合わせてチームでいろんなことをやっていくかってことが大事になってるんで、そこをどう教育現場で経験させていくかってことがものすごく大事なことになっていくと思うんです。で僕ですね、一つすごく個人的な経験を述べさせていただくと、高校の時にですね、僕は学芸大学、東京学芸大学附属高校っていう高校に行ってたんですが、我々の頃はですね、毎年オペラの上演をしてたんですね、生徒たちだけで。僕が高校2年の時にやったのがカール・マリア・フォン・ウェーバーのマダンの写手という、もともとドイツ語のオペラだったんですけど、これを我々翻訳も自分たちがやって、あとオケも全部生徒がやって、歌手も全部自分たちで、演出とかも全部自分でやって、僕は演出の、照明を担当したんですけど、でそれが僕3年間で、学芸大学すごく本当に素晴らしい学校だったんですけど、一番心に残る結局学びになったんですよね。これがいわゆるシアターエデュケーションとかドラマエデュケーションと呼ばれるものなんですけど、例えばこの C ファクターを子どもたちに培う方法としては、僕なんかそういうのもあるのかなって、僕小学校の時もですね、山崎先生っていうのがいて、もう一人話し合うんですけど、山崎先生が白鳥の湖が好きでね、チャイコフスキーの、だからいつもかけてくれたんですけど、ちょっと頭がちょっと髪の毛がなかったんですよ。だから我々広い小学生たちは白鳥の湖じゃなくてハゲツルの湖ってところが山崎先生も言ってたんですけど、本当ひどいですよね。でもその山崎先生 の, ご指導のもと、我々カルメンの前奏曲をやったんですよ、みんなで。それもいい経験でしたよね。で菊池君っていうのがシンバルやってたんですけど、そのビゼの、カルメンの前奏曲ってチャンチャカ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 いきなり最初にシンバルが入るんですよ。ね、じゃん、一拍目がシンバルなんですよ。じゃん、じゃかじゃん。それで、もう今だに覚えてるんですけど、練習の時は完璧だった。ところが本番になったら、なぜか菊池くんがですね、シンバルを一拍早く出しちゃったんですよ。その本番の時だけ。それまで完璧だったのに、なんか人間大丈夫ってなんかどっかなっちゃうんですね。シンバルバシって最初なんか一歩早く出たから、その後ふがってなんか寝場が取れたみたいですね。むちゃくちゃになっちゃって、それから立て直すのが大変だったとか、もういい思い出ですね、ああいうのはね。だからやっぱりなんかね、今他にもいろいろあると思うんですよ。シアターエデュケーションとかドラマエデュケーションって言われてるものだけじゃなくて、まあみんなで例えば一緒に何か、ちょっとしたら今あれですよね、ユニティっていうゲームを作るソフトとかありますけど、それを使ってゲーム作ってみるとか、そういう部活とか課外活動とかやったら最高になんか楽しいだろうし、子どもたちもそのなんていうか自分たちのなんていうんですか関心に近いだろうし、
とてもいい。でその時にね、これはだから今日強調したいわけですよ。お互いの気持ちが分かることが大事なんだよっていう、これがやっぱり僕は、人工知能にはなかなかできない脳の共感能力というやつですね。その脳の共感能力というのは、その脳の前頭葉のミラーニューロンと呼ばれる、このミラーニューロンというものから共感能力が生まれてくるんですけど、これを鍛えることが大事なんだってことを僕は皆さんで共有したいなと。で僕はやっぱり日本のことをね、すごく大事に思う立場で、やっぱりこの池の坊というのは本当にそういう意味で言ったら池の坊の池原っていうのは素晴らしい伝統があると思いますし、僕は実は英語の本をここのところ2冊日本の本を書いたんですね。1冊目が生きがいっていう日本人の生きがいについての本で、これは2017年に出したんですけど、今年の4月にThe Way of Nagomi っていう、なごみの道っていう英語の本を一軸自分で書いた、人工知能に助けてもらってない英語の本を書いたんですけど、やっぱり日本文化の可能性ってのは、今日も清水寺行ったらもう三年坂のあたりとかも外国の方がたくさんいらしてて、本当に楽しそうに歩いてますよ。だから日本はこれからどんどん発展していくと思うんですけど、我々忘れちゃってるのがね、もともとなんか日本人はみんなで力を合わせてやるのが得意だったはずなのに、いつの間にか子供たちはなんかね、偏差値で個人競技の試験でみんなで友達とライバルで競い合うみたいになっちゃって、大人の世界になると今度自己責任がどうのこうのとかなっちゃって、みんなで響き合う、助け合うってことをちょっと忘れちゃってるところがあるのかなと思ったりもするんですよ。だからそれにおいてはその共感する能力ってことをいかにその子どもたちの頃から育んでいくかって、それはもちろん大人たちもね、共感する能力を育んでいくってことを心がけなくちゃいけない。でこれはこれしつこいようなんですけど、道徳的にいい話として申し上げてるんじゃないんですよ。あくまでも極めて厳密な統計的な処理をした結果、極めて厳密な科学的結論として共感する能力が大事なんだってことが分かってきたということですね。で先ほど申し上げましたように、それこそスプラトゥーンだとか、ああいうオンラインのゲーム、今注目されているメタバースなんかもそうですよね。あるいはもう我々大人が使うものだというと、スラックだとか、ズームだとか、チームズだとか、グーグルミートとか、まあいろんなものが将来はもっと我々は多くの人といろんな形で協力し合う、まあ、環境、情報環境が育まれてくるだろうっていうふうに予想されるんですよね。だから今こそこの共感能力を磨くことが大事だと思うんですよ。ただしですね、ここからがすごく大事なところなんですけど、我々その相手の気持ちが分かるってことを心の理論というふうに言うんですね。セオリーオブマインドと言います。でこれはですね、ものすごく深い意味合いを持っていると思います。つまり共感する能力っていうとですね、我々ともすると悲しいときは一緒に悲しもう、喜ぶときは一緒に喜ぼうみたいなものを思い浮かべがちなんですよ。もちろんそれは大事です、大事なんですが、なんで認知科学、心理学、脳科学で心の理論、セオリーオブマインドって言葉を使うのかというとですね、相手の気持ちはそう簡単には分からないよっていう事実があるわけです。なんか下手をすると共感の押し付けとか、下手すると共感しようっていうのが同化圧力になっちゃったりするわけなんですよね。でこのなんで心の理論って言葉を使うのかというと、人の心はそう簡単には分からないから、一生懸命相手のことを考えて推理して、こういうふうに考えてるんじゃないのかなっていう内部モデルを作るという意味で心の理論という言葉が使われるんですね。で例えばですね、私はまあいい年したおっさんじゃないですか。じゃあ僕が今の小学校の女の子の気持ちが分かるかって言ったら、分かるよって言ったらキモいって言われるだけでしょ、おっさんに分からずないでしょみたいな。じゃあ我々日本人がアフリカの
例えば今どうだ発展しつつある国の人の気持ちが分かるかって言ったら分かるよって言った時には押し付けになるかもしれないじゃないですか。だから年齢とかジェンダーとか立場によってやっぱり人っていろいろあるよねと。でその時にこの方はどういう気持ちなんだろうってのは共感では分からないところがあるってことですよね。あの僕がよく冗談で言うのがあの明治のですねキノコの山とタケノコの里って大体聞くとですね半々なんですよ。これ皆さんのどっかで子供たちに聞いてみたら大体半々なんですよ。でだから明治も両方とも作ってる。僕はちなみにタケノコの里が好きなんですけど、だけどねキノコの山が好きな人に言わせるとキノコの山が好きな人はチョコレートとビスケットを別々に食べたいんだそうですね。でタケノコの里みたいに一緒になってるのは嫌だって言うんですよ。で大体キノコの山が好きな人はポッキーが好きなんですよね。でタケノコの里が好きな人はカントリーマームが好きなんです。だいたい私当社の調べてくるんですね。だけどじゃあ皆さんが明治みたいな製菓お菓子を作る会社の方だとすると、私はじゃあタケノコの里が好きだからタケノコの里だけ作ってますってことになると、キノコの山が好きなお客さんを取り逃しちゃうんですよね。逆にキノコの山が好きなんでそればっかり作ってるって言うとタケノコの里が好きな人を取り逃してしまうと。まあこれはお菓子なんで非常に単純なことのように思いますが、いろんなことで人間は違う個性がある。でも逆に言うと個性があるからそれを組み合わせてチームワークをすることに意味があるわけですよね。ここからほど近いあの山崎のサントリーの蒸留所であの山崎とかいろいろウイスキー作ってますけど、ジャパニーズウイスキーが世界を制覇したのはやっぱり個性の違う原種を響き合わせてブレンドするというサントリーの、そこそこ星水誠一さんはチーフブレンダーの星水誠一さんは僕はプロレスラーの時にインタビューさせていただきましたが、やっぱりその十人十色というようにですね、日本はもともと個性を大事にする文化が本来はあって、京都なんかだってあれですよ、あの京菓子の師匠に聞いたら京都のお菓子はまず自分で買うものじゃないんです、自分で買って食べるものじゃないんですとおっしゃるんですよね。京都のお菓子は人に差し上げるために買うものなんです。それまず猫の鱗だし、それから今これからもみじきれいになりますけど、もみじを寄せてもみじに似せて作ったお菓子も職人さんたちは当然全て同じ形色にする能力は持ってらっしゃるんですけど、あえて全部形を少しずつ変えるって言うんですね。え、何ですかって言ったら、いや自然界のものは森さん一個も同じものなんてないでしょ、だから京都でお菓子作るときに少しずつ必ず形を変えてお作りするんですって言うから、すごいなって思うし、あの京都に来たら世界のシェフの人が懐石料理ね、もう料理界の最高峰と思ってるわけですけど、20品目も30品目もいろんなものが出るし、しかも器も統一されてない。これがヨーロッパとか行くと全部同じ模様の器でお出しするっていうのがスタイルですよね。でも日本の場合にはその器も食材も統一されてない多様なものをめでるという気持ちが我々の中にはきっとあるんだと思うんですね。だからあのそれにおいてはそのような多様な個性を持っている我々がお互いのことを分かり合うっていうのはまさにもう一生かけても分からないかもしれないっていうかね、あの一生懸命考えなくちゃいけなくて、でそれを養老孟司さんは、まあ、教養と、まあ、いろんな、ね、人の心が分かるってことを教養っていうね、あのよく養老先生おっしゃるんですけど、あのこれはもともと養老先生があの中高の時にいらした栄光学園っていうあの神奈川の学校の神父さん、カトリックの神父さんがやってらっしゃる学校なんですけど、そこの神父さんがおっしゃってた言葉だそうです。人の心が分かるってことが教養なんだよ。ですので、あの、なんていうんですか、人の心ってなかなか分かんないんですけど、そのことを分かるためには、いろんなことを勉強しなくちゃいけない。僕、だから学校の勉強って極端なこと言うと、人の心が分かるためにあるんだろうなと思うんですよ。で、これ、僕も、あのそれこそ先ほど、通信制の高校の校長やってるって言いましたけど、生徒たちにいつも言うのはね、いや、勉強はもちろん大事で、一生懸命やってほしいんだけど、社会に出たときに何が一番役に立つかっていうと、人と協力し合えるっていう、そういう人がどの場所でも、これはあの会社でも役所でも学校でも
どれもそういう人がやっぱり一番活躍できるし、いい仕事ができるんだよねっていうことを言うんですけど、まさに僕は人工知能時代になった時に個々の能力はひょっとしたら計算とかそういうことを人工知能に置き換えられちゃうかもしれないんだけど、人工知能ってまあ将来的には分かんないですよ、そういう研究してくるかは分かんないんだけど、やっぱり共感する能力とか相手の心を読み取る能力ってまだまだやっぱり人間の方が卓越してると思いますし、それから我々は一人一人かけがえのない個性を持っていると、まあ、僕なんか本当にさっきも言いましたように自閉症のスペクトラムなんじゃないかなと思うし、あと、まあ、一人学級崩壊って僕よく言うんですけど、まあ、本当になんていうかもうじっとしてられないんです。さっきもだから昨日も美賀さんが失敗して電話してくるんですよね。あの茂木さんのことだからなんかこれ来ないかなって思ってたから、いや来るけど、まあ普通とは違いますよね。普通の講師だったらもう余裕で講師したい生活待ってるんでしょうから、まあだからまあしょうがない、まあ、しょうがないっていうか左に置いちゃいけないんですけど、まあ、僕はこう、まあ、先ほどもご紹介いただいたように自分で髪の毛切ってるわけですよね。だからまあでも一方でそうじゃない個性を持ってる方もいらっしゃるし、そのだから僕学校の現場ってやっぱりその教室の中にいろんな個性を持った子どもたちがいるっていうことの楽しさを生徒たち自身も気づいてほしいし、指導する側もそういう個性を持った人が集まることの楽しさをね、少しでも実感できるような場だったらいいなと思うんですよね。もちろん日本の、ね、教育の現状がそんなに急に変わるとは思いません。変わるって思うこと自体が僕は失礼なことだと思うんですよね、社会の伝統とかに対してね。まあだから入試っていうのは今の通り、まあ、あるんだろうし、まあそんな中でなんか子どもたちはペーパーテストとかもやらなくちゃいけないんだろうけど、だけど一方で先ほど申し上げたシアターエデュケーションとかね、ドラマエデュケーションとか文化祭とか、あと学校のそのプロジェクト型の学びとか、いろんな機会を捉えて子どもたちがお互いの個性を響き合わせる社会的感受性を育む、そしてなかなか相手の心分かんないんですけど、その心の理論を培う、そういう助け方をですね、教える側が僕も一人の教育者でもあるんで、少しでも促進できるようになったらいいなと思っております。ということでいろいろご心配をかけましたが、昨日も美香さんにはちょっと心配かけましたけども、ここからちょっとご質問をお受けしたいと思います。本当すいませんでしたね、ご心配してね、ありがとうございました、失礼します。じゃあご質問をお受けします。